しっかり意識する、あのこう振りかぶるって話したと思うんですけど、最初の一発の音と最後の音、あとはその音の小さい音から高い音のメリハリつければもう完璧、大丈夫です。あの一生懸命やってるのは伝わってくるんで、今のままやっていきましょう。太鼓の魅力は、誰でも簡単に叩けるし、いろんなパートがあるのでとても楽しく演奏できるところです。太鼓の魅力はみんなで楽しく叩けて、とても迫力があって元気に叩けるところです。太鼓の魅力は元気を与えるところです。つむぎ太鼓、このような大きな、イベント初めての参加で、奈良という遠いところまでね行って演奏するということで、みんな今からドキドキワクワクなんですけども、とにかくあの国のお祭りなので、私たちもお祭りを楽しむという気持ちでね、全員で楽しくいい思い出を作っていきたいと思っています。ゆうきつむぎ太鼓頑張るぞ。おー